今回は環境トップメタの石杖周遊の対策について話していこうと思います。まずこの石杖周遊というデッキ、基本的に6コストで、周遊以外の6コストです号令時の戦闘を行うことになるのですが、周囲が入らない今最もメジャーな方で言うと 1.5 コストと1コストを、周期プラス関東陸石のパターンか総研陸系のパターンか、どちらにせよ6コストのうちの、3コストか 3.5 コストを弓兵が占めるというそういうデッキなんですよね。そして最も注意すべきである縄文主教、このカードに対して、めちゃくちゃ強く出れるというカードが今使用しているこの古文長考、このカードを使って周囲をメタっていこうと思っているのですが、毛達が、突撃を受けてしまう、ここちょっとプレイングミスですね。そしてさらに主力である総将まで開幕で落としてしまう、そして羅剣は伏兵を矢倉で解除してしまうという3連ポカをやらかして開幕大ピンチ、この開幕初心者かなみたいな動きしてますよね。もう普通のデッキだったら、周囲をメタったデッキでなければこの時点でもうほぼ負け確じゃねみたいな、そんな試合内容ですよね。これこんなひどい開幕でこんなん動画にしていいのか、これいや負け試合だろ、完璧に負け試合だろ、なんでこれ動画にしてんのと思われるかもしれません。見ててください、本当にちょっと周囲に対して強いカードなんですよこの古文長考。さてこの絶望的な状況をどうやって切り返すかというところなんですが、ここで相手は周囲孫悟の石杖で、これは陸石まで入ったところで発動という感じですね。周囲は範囲もそこそこ広いので後ろの部隊も入れることができますね。でここ縄文の2部隊どうやって守るかっていうと、こちらです、ギブの感激。これはこの2枚であれば、1枚で守りきれますので、周曹毛達羅剣の3枚は、攻めに使います。内乱は止められませんでしたが、この後相手の部隊が落ちているので3枚で貼り付けば取り返せるという感じですね。でこの長弓のこの硬さなんですよ、弓兵に対して防御率がめちゃくちゃ高いんですよね。なんとあの状態から周囲の号令を長弓1枚で守りきってしまうというこの長弓の強さ、そしてこの長弓という計略、なんと計略時間が50カウントぴったりあります。このレベルでやばい計略が50カウントある、もうやばくないですか。さてここで、相手の足並みが崩れたのを確認して、アンコモン周曹の気合室を発動。この計略は回復量自体は多くないのですが、永続計略で、制圧武力と制圧が上がり、さらに、徐々に回復することによって今こういった状況ではかなり生きるカードですね。そして生存させることができればそのまんま永続なので次の盤面にも持ち越せるという優秀な計略です。でこちら火器は矢倉を迂回して工場、周曹で工場して一発入ったところで、できるところまで相手の部隊の兵力を削って周曹長弓の長時間計略2枚を返していければという感じ。そして長弓はここでもしんがりを務めます。相手の弓兵に対して本当にこのカードは強いんですよ。で石杖周遊って、陸石や陸系もいますが、基本的には弓兵を中心としたダメージソースになると思うんですよ。そこをかなり削減できるので軽減できるので、本当に相性のいいカードだなと思います。またこの長弓というカード、弓兵から受けるダメージを軽減するというテキスト通りですね。防護戦法だったら武力によるダメージを軽減なんですけど、この計略は弓兵から受けるダメージを軽減なので、5のアンコモン陸石、1コスト弓兵のカードですね、あのカードが、火炎戦法を発動した場合でも、火炎効果も軽減できるという仕様になっております。そういうところからもこのカードはかなり石杖周遊に強いカードだなと思っております。さてでは盤面の解説に移りましょうか。こちらはアンコモン周曹を
気アイスが発動しているため、まあ、丁寧に立ち回って永続である効果時間をフルに生かそうという形。こちらは、連環の方発動縄文防作で、主挙を止めようという感じですね。というところで一騎打ちが発動。これちょっとかなりいい試合展開だったのでいらなかったのですが、まあ相手の号令前で良かったという感じですね。まあ起きないに越したことはないんですが、まあこれはラッキーだった。結果的に勝てたんでラッキーだったでしょう。これで相手の周囲が発動前に下降橋、こちら相手に周囲を先に発動されていたら、縄文防作を使って時間を稼いでから火器を発動しようと思っていましたが、先に発動できたので先に、撃っていきます。で相手は孫悟の礎で、これで、こちらはブロックしてというところで、相手は再起の方周遊の二度掛けを狙うという形を取ってきそうですね。でこちらとしては二度掛けされて、はっつかれて通されるの流れが嫌なので、こちらは火器を先に2回目打っておきます。これで相手の周遊が上がってくる前に相手の部隊を崩せればという感じですね。特に、立石このカードを狙っていければ縄文に関しては、あの縄文主挙とはいえ複数部隊でしっかり守れば止めれるので、一番武力の高い主挙以外の部隊をしっかり落としていければという感じで、関東を撃破で、相手は周囲をバイプッシュで、ここは部隊を削れているので、まあ少し下がって時間を、1回目の周遊の時間が切れるのを待ちますかという感じで、ここ長子は速度消費がついていることによって逃げ延びることができましたね。でここは当然余っている部隊は攻めに行きます。先ほどと同じように長子1枚いれば縄文は守れるという感じですね。で総将の弓は周期に当てて周期を落としていければ、少しでもリードをより広げられるかなという感じでしょうか。っていう感じですね。ここまで見ていただきありがとうございました。周遊対策になるカード、この古文彫刻かなりおすすめですので、よろしければ使ってみてください。というわけで今回はもう1試合あります。あとこの試合終わった後少しちょっと話したいことを話していこうかなと思っておりますので、よろしければ引き続き視聴いただければと思います。では、2試合目、こちらの方を流しながら、話したいことを話していこうかなと思います。現在行われている全国対戦の全国大会の予選ですが、前回ご迷惑をおかけしてしまったことを踏まえて参加しないことにしておりますしておりました。ネット上で大会始まったねっていう、そういう話題で盛り上がってるのを見て、あ、なんか自分はこういう盛り上がってる空気に水さしてしまったんだなって思って、まあそれで不快な思いをさせてしまったことをとても後悔しております。まあそれでちょっと、まあ僕の名前見るのとか不快だなって思う方もいるわけじゃないですか。まあだからまあそういうのもあって今回は自粛しようかなと思います。それとまああの以前からまあ何度か言われているまあサブカについての話ですね。です。まあ正直言いますと、戦国大戦中期から三国志大戦初期において、紫龍という IC と全紫龍が白黒、こちらの IC2 枚使用していた時期があります。現在はもう当 IC でのみプレイしていますが、まあ過去にまあそう言っていたことをしていた時期があったというのは本当に申し訳ないことですし、改めて謝罪させていただきます。本当にもうすいませんでした。でもう今後というか、あの一
応三国志大戦のあの今作まあナンバリングでいう5ですね、こちらになってからはもうそういうのしないようにっていう風にしてるんですけど、ちょっと三国志大戦4の時期とかにまだカードプールの揃ってない頃とかそういうのやっちゃってたんで、本当にもうただただ申し訳ないなと思います。でつきましてなんですけど、まあその2点反省の意味も込めて今回の動画一区切りとしてしばしちょっと動画投稿を休止したいなと思っております。やっぱりどうしても大会楽しみとか予選エリア予選楽しかったみたいなそういう話見るたびにもう、まあ、自分がそのなんていうかやってしまったことの愚かさ重さとか思い出して、もう本当にもう反省足りてないな自分と思って、もうちょいちゃんと反省せなあかんなと思って、そういうところから少し動画休止してもうちょっといろいろと自分自身見つめ直していこうと思っております。で動画投稿を休止、まあ、それとあとプレイ頻度自体もまあ下がるかもしれませんが、このゲーム自体続けていきたいと思っております。これに関してはこのゲーム大好きなんです。ここだけは多めに見てください、すいません。まあ、やからこそね、もう三国志大戦好きやからこそもうちゃんと真摯にやらなあかんなって思ったんです。そこら辺自分でしっかりできるようになったらその時に帰ってきます。いやましい気持ち持ったまま続けるもちょっとあれやな思ったんで一通り言いました。まあそんな感じです。ここまで聞いていただいてありがとうございました。まあもうちょっと言い訳がわしくなってしまうんですけども、本当にもう言い訳になってしまうんですけど、もうこのゲーム好きだからもう引退できないんですよ、もうやめれないんです。ただなんていうかもう本当にもう今までの自分の過去の行いとか今までしでかしてきたことをバカだなってもう自分でも思ってるんで、もう直します、必ずもう本当にもう続けていきたいんですよこのゲーム。だからもうこれ以上悪いことしねえように気をつけますので、まあ、もし帰ってきた時お見かけしたり、まあ、全国対戦でマッチングしたりしたらその時はよろしくお願いします。それではまた、お会いしましょう。動画の方はこちらこの試合一通り、垂れ流していこうと思います。お疲れ様です。よろしくっす。この地より速やかに去れ。なんだこの匂いは。命を捧げよう。一休みと。ゴンゴ、どうだ。オーグ解放。私が必要ですか。こんな結末とはな。認めねえぞ。うまくいかねえ。解放！マスター！
の力よ。出てきて俺に力を貸せ。よろしくっす。うまくいかねえ。